はい、こんにちは、アントニオのとしあたです。いつもどうもありがとうございます。本日はインスタグラムの方ではもう何とか紹介してるんですけれども、動画ではまだ紹介してなかったので、今僕が履いてる、サファラスの、ストリームパンツですね。スプレイヤーストリームパンツの紹介です。はい。ですね、今回生地に関しましてはキャンバス生地使ってますので、結構軽くて、薄手で、かつ頑丈でということで、まあ、これからの時期履いていただくのに最適な素材生地になっております。はい、ということでシルエットなんですけども、こんな感じで、で実は右と左の裾幅が微妙に違います。はい、こう見ていただいて、でこっちちょっと裾幅広いと思います。で左こっちちょっと細くなってます。っていうのも実はこれ裾に、ボタンがついておりまして、あ、これ今ね僕も私物なんですけども、ボタンがこうついております。はい、見えるかな、フレーム入ってますかでこれをまあ、これが一番広い状態、これが、右の状態だったんですけれども、これをこう1段階2段階で絞ることができます。で、左が一番、ギュッと絞ってる状態ですね。はい、だからこれをちょっと絞ることによって、シルエットの調整ができますので、今僕が、今見ていただいたこういう感じですね、こっちが絞ってない、こっち絞ってる、こんな感じです。で絞ってる方ですね、で絞ってないになります。で股上も結構深めになっておりますので、これ腰履きにしてるわけじゃないんですけども、ちょうど腰骨のあたりでベルトを留めてます。で股上は結構深めになっております。こんな感じですね。4インチカーキがデザインソースになってるんですけども、でサファラスの場合だとポケットがたくさんこうついてるっていうデザインのイメージ強いんですけども、このプレイヤーパンツのちょっと太めバージョンの方に関しましては、もうほんとシンプルに、こことあと後ろ、もうほんとシンプルなこういうデザインになっています。はい、ちょっとねうちで取り扱うのはちょっと珍しいんですけども、ストリームパンツに関しましては昨年の秋からちょっと取り扱い始めまして、もうシンプルにもう単純に僕このシルエット気にしたんで、ちょっと去年の秋と、まあ、今年の春も取り扱ったりしております。はい、で、まあ、ちょっと余談なんですけれども、ディックスクルーパンツもこれ実は同じように絞れるようになっておりますので、まあデザインはね、こちらの方はちょっとこういうポケットがボリュームあるタイプで、これは先日、紹介させていただいたんですけれども、まあ、これとちょっと似たような、まあ、イメージと思っていただければと思います。生地はね同じキャンバスなんですけども、こっちの方がちょっと軽い感じになっています。はい、ということで本日は、サファラスの、プレイヤーストリームパンツの紹介でした。はい、オンラインストアの方ではもう載せておりまして、ご購入いただけますので、まあ、引き続き、ご検討いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。あ、オンラインストアのスペックの方も書いてますので、それも一緒にこうご覧いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。